南口ホーム。両側にホーム柵が設置されている旧大学圏都市駅は福岡市西区北原一丁目にある九州旅客鉄道地区飛線の駅である。駅番号は JK04。2005年10月1日に開港した九州大学伊都キャンパスの玄関口として開業した。平日のみ、快速の停車駅となっていたが、2014年3月15日より土曜、 休日も快速が停車するようになった。九州大学移転事業に伴って進められている糸と地区画整理事業の一環として設置された駅である。今マ線時間が高架化された1999年時点で、すでに当駅の設置も決定しており準備工事がなされていた。2005年に九州大学糸キャンパスが開校するのに合わせて駅として開業した。 IC カード専用の自動改札機島式ホーム1面2線を有する高架駅。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅で緑の窓口が設置されている。自動改札機を備え、守護課の使用が可能である。駅構内には、旧大の大学生協が経営する売店のほか、不動産屋、歯科医院、居酒屋が入居する。 売店は2012年8月に閉店し、9月には、跡地にファミリーマート及び喫茶店が開店した。2019年度の1日平均乗車人員は9660人であり、JR 九州の駅としては、長崎駅に次いで第15位である。JR 九州及び、糸島市統計白書によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、 福岡市の西端部に立地している。国道202号より500メートルほど南側にあり、駅の600メートル南側を、国道202号と福岡前原有料道路が、通っている。幹線道路から離れた場所であり、駅が開設される前は、周辺一面に田畑が広がっていたが、九州大学位とキャンパスへの交通の拠点として、駅前の整備と商業施設の進出が進んだ。 九州大学伊都キャンパスの玄関口であるが、当駅から同キャンパスまでは 5km ほど離れており、駅とキャンパスの間を徒歩で移動することは一般的ではない。交通手段としてはキャンパスへの路線バスが運行されているほか、タクシーも常駐している。北口ロータリーのバス停、昭和自動車私有地に設置されたバス停 3A3 バイト4系統については、 北口の駅前ロータリーのバス停に隣接する昭和自動車の私有地に設置されたバス停から発車する。ありがとうございます。